群馬県は高崎市からブレイブ三重士登場。ブレイブファイトクラブ組合員コバッチ44歳、ボア戦績2戦2敗。不甲斐ないんですけど、皆さんに出てしまうので、まあ2だろうことは3だろうならないようにちょっと頑張ろう。もうすでにちょっと弱気ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。絶対行かすから見とけ。ターゲット渋谷から映像プロデューサー鉄人41歳、ボア戦績1戦1敗。モヤモヤを抱えながら1年の時を経て、このリングでリベンジを決意。結局ボクシングで落ちたその気持ち勢いっていうのは、まあ、キックボクシングで上げていくしかないと。誰に何と言われようが、まあ、懲りずに僕は挑み続けます。悲願の初勝利をつかむのはどっちだ？コバッチ VS 鉄人。それではただいまより第10試合60キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー170センチ 59.3 キログラム、ターゲット渋谷所属41歳、映像プロデューサー鉄人。赤コーナー169センチ 59.4 キログラム、ブレイブファイトクラブ所属44歳、組合員コバッチ。レフェリーアキラ。さあライズボア第10試合始まります。そして解説にはあかり選手が来てくださいました。あかり選手よろしくお願いします。お願いします。さああかり選手、こちらの第10試合60キロ契約、はい、コバッチ選手、赤コーナーですね、ボア戦績2戦2敗、そして、青コーナーの鉄人選手がボア1戦1敗、お互いボアで参戦したことあるけどまだ勝利がない人同士の対決なんですけど、これもうお互い勝ちたいですよね。そうですね、負けを経験してるからこそ、絶対勝ちたいんで、これも本当に気持ちのぶつかり合いになりそうですね。さあこちらの試合、組合員 VS 映像プロデューサー、異色の対決でございます。さあただこの鉄人選手が見えてますね。見えてますよね。攻撃が見えてますね。コバッチ選手もこのパンチで攻めていくパターンで、鉄人選手は蹴りですかね。そうですね、まあ、受けた後しっかり返せてるんで、めちゃくちゃいいと思います。お互いアグレッシブですねこれ。そうですね、コバッチ選手ちょっと大振りなんで、はい、しっかり丁寧に、こういうミドルとかもすごい上手なんで、はい、しっかりまっすぐなパンチ出せば当たると思います。なるほど。鉄人選手はこの大振りの攻撃、避けた後の攻撃すごくいいんで、しっかり見て返すっていうパターンがしっかりできてるかなと思います。この鉄人選手が首振ってるの、これいいです。狙いにくいとは思うし、その避けもできると思うんで、このままずっと続けた方がいいかなとは思います。なるほど。いやでもお互いやっぱりね、41歳44歳ですけど、年齢って関係ないんやなって。関係ないですね。若いですよね、動きがすごいアグレッシブですね。あ、コバッチ選手も盛り返してきたぞ。お、ただ手数が止まらない。そうですね、しっかり西陣選手はミドルも蹴れてますし、パンチから蹴りができてますね。なるほど。いやあかり選手本当1ラウンドが早いですね。早いですね、あっという間ですね。いやでもこれまだどっちが取ったっていうのはわからないですか？まあそんな大きな差はないのかなとは思います、でもやりたい攻撃は鉄人選手の方ができていますね。そうですね、しっかり避けて返せてるんで、ちょっと大振りなんで、小鉢選手が大振りの攻撃避けて返すができてるんで、そのパターンがはまれば、すごい鉄人選手はやりやすいんじゃないかなって思います。なるほど。じゃあもうコバッチ選手はさっきあかり選手が言われた通り、もうコンパクトにミドルを打ったりとか、ちょんとポイントを取れると思います。なるほど。さあこの第2ラウンドも楽しみでございます。お、今トレーナーからカツ入れられましたね。さあ2ラウンド目どのような展開になるのか。コバッチ選手はちょっとね、さっきの映像でも弱気な発言がありましたけどでもそんなことなさそうですよね、ファイトスタイルアグレッシブですよね。そうそう、こういうしっかりジャブもしっかり使えてるんで、おお、ストレートの右いいですね。前出しされた。さあ、鉄人選手も前に行く。お互いパンチいいですね。お互いのパンチが交錯するぞ。いや、これでもね、2ラウンドになってまたギア入りましたよね。そうですね。鉄人選手すごい近距離でも膝が打ててるんで、近い距離でも強いと思います。さあ、ただコバッチ選手も何か狙ってるような感じもしますよね。さっきよりコンパクトに打ててるんで、続けてやった方がいいですね。いいですね。今のローキックいいですよね。いいですね。さあ、ただ鉄人選手もいいですね。ボディ散らせるのめちゃくちゃいいと思います。さあ、コバッチ選手を、コバッチ選手、これどうしていきたいですか、ここから。コバッチ選手はもうちょっと手数出したいですね。しっかりまっすぐ打ててるんで、先に攻撃出した方がいいですね。あ、スタンディングダウンを取られました。いや、でも。目はまだね、死んでないですけどね、小林選手。そうですね。全然巻き返せるタイミングはあると思います。さあ、あと1回のダウンで KO 負けです。お、ただ小林選手も当ててますね、全然。これいいですね。いいですね。このまっすぐの攻撃すごくいいんで、しっかり顎引いて。一方、鉄人選手も返していく。うまい。おー、KO だ。鉄人選手初勝利でございます。いやー、でもこれ、あかり選手もね、鉄人選手の気迫が勝ったってことですね。そうですね。やっぱり負けからのこういう勝ち方って多分すごい嬉しいと思います。いや、嬉しいですよね。はい。やっぱり負けてる時ってやっぱりファイターの人でもその試合ない期間ってきつかったりするんですか？あ、なんか負けた分ってやっぱり試合で勝って取り返すしかないんで、負けて落ち込んでる気持ちも試合で取り返すしかないから。すごいわかりますね。すごい嬉しいと思います。なるほど。一方ね、コバッチ選手、これで3戦3敗になってしまったんですけども。でも、この1ラウンド目から2ラウンド目の切り替えっていうのがすごくうまくできてたと思うんで、もっとどんどん手数出していけば、全然そんなにめちゃくちゃ悪いというか、そんなわけではなかったんで、最後までね、立ってましたしね。これからがすごい楽しみですよね。なるほど。じゃあ今後のライズボア大会もぜひ小鉢さん出てきてほしいですね。そうですね。お、ではマイクを聞いてみたいと思います。あれ、対戦してくださった小鉢選手、ありがとうございます。大会運営の皆様、応援に来てくれた皆様、サポートしてくれたジムの仲間、本当にありがとうございます。勝ったらかっこいいこと言おうと思ってたんですけど、嬉しすぎてちょっと全部忘れちゃいました。これからもおじさんなりに挑戦し続けますので、温かい目で見守っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、マイクパフォーマンスも素晴らしいですね。いいですね。やはりかっこいいこと言おうと思ってたけど、気迫が出て何を言うたらいいかもう忘れたと。いや、でもすごい嬉しいと思いますよ。負けからのこういうふうにすごい一番いい勝ち方してるんで、どんどん勢いに乗ってまた出てほしいですね。いや、また両選手見たいですね。そうですね。鉄人選手も、いや、ファンの方も多いですね。鉄人選手。さあ、鉄人選手、今後のライズボア、お、今、北地飛雄馬選手ともタッチしました。同じチームですからね、今後も期待大です。